こんにちは。ここは豊橋駅なんですが、今回はですね、特別快速の関ヶ原行きに乗車をします。6番線にはですね、先発の新快速大垣行きが停車中です。新快速と特別快速の違いは大部駅、新快速は大部駅に停車をしますが、特別快速は大部駅を通過します。まあ、新快速はですね、一部列車のみこの駅にも停車をするといったようなものがありますので、まあ、一概に大部駅だけが停車駅の違いということはできません。浜松からやってきた311系電車による豊橋止まりの列車も見ることができました。6番線の発車表には19時15分発6両編成でやってくることが示されています。特別快速の関ヶ原行きです。この関ヶ原という行き先はですね、結構珍しいと思いますよ。まあ、それについてはね、この後お伝えしたいと思います。まもなく6番線に当駅止まりの列車が到着します。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。この列車は折り返し、特別快速関ヶ原行きになります。ありがとうございます。早稲田豊橋です。東海道線この先、普通電車の浜松駅は19時11分。さて、お隣5番線からはですね、特別快速の6分前に先発をしていく普通列車の岐阜行きです。前2両は300番台、そして後ろは4両0番台、いずれも幕車として走ります。普通列車の岐阜行き、この先蒲郡でですね、特別快速の関ヶ原行きと待ち合わせを行いますので、この先蒲郡でですね、またこの列車にお会いするという形になります。結構ですね、人も乗ってますね。だから豊橋からね、近い駅に降りる方が多くいらっしゃるということなんでしょうね。そして特別快速の関ヶ原という行き先表示がこちらです。まあ、関ヶ原の戦いというね、まあ、中学校の歴史でさえ習うね、そういった用語がありますけれども、まあ、そんな関ヶ原を、ね、行き先とする列車っていうのはとてもね、興味深いものだと思います。そして豊橋の発車は19時15分です。この先の停車駅は蒲郡、岡崎、安城、刈谷、金山、名古屋、尾張、一宮、岐阜の順です。もうね、最低限の駅にしか停車をしないということがわかります。ちなみにですね、今渡っているのは豊川です。豊橋を渡ってすぐにね、渡ることになります。でその先はですね、豊川の放水路も渡りますよ。だからね、主に2つの河川を豊橋を出ると渡ることになります。ちなみにですね、関ヶ原行きについてのお話をしたいと思います。関ヶ原行きとして走る列車はですね、平日と休日ともに存在しますが、平日と休日ともに存在する関ヶ原行きはですね、区間快速です。でこの区間快速の関ヶ原行きに関してはですね、この列車よりももっと遅い時間帯に走っています。でそれに対してですね、平日ダイヤだけに存在するのがもう一つの関ヶ原行きの特別快速です。そのためね、平日ダイヤには関ヶ原行きは2本あって、そして休日ダイヤには関ヶ原行きが1本あるということになります。そして豊橋のお隣の停車駅蒲郡では普通列車の岐阜行きと待ち合わせを行い、そしてさらに向こう側にはですね、蒲郡で乗り換えができる名鉄蒲郡線のホームが見えました。キレヨシラの方へ行きます。そしてそのお隣の停車駅岡崎駅ですね、まあ、結構人が多く乗ってきたという印象があります。だんだん名古屋に近づいていくという感じがしてきました。ただですね、途中の刈谷駅とかで降りる方もいらっしゃったので、まあ、全ての方がその金山方面に行くわけではありませんでした。岡崎を発車、次の停車駅は2つお隣の安城です。一応この安城でもですね、環球接続は可能になっていますけれども、
まあ、左側がその対戦のホームなんですけどね、まあ、見てわかる通りですね、あの同一ホームでの接続ができないということになっていますので、比較的消極的ではあります。確か名古屋方面だとね、1日1回しか環球接続が行われなかったはずです。そして安城を出ると次の停車駅は刈谷、その間にはですね東海道新幹線と乗り換えができる三河安城駅があります。ただですね、この三河安城駅は特別快速を含める全ての列車種別がですね通過となります。そのため普通列車しか停車しません。区間快速もですね、岡崎までは各駅に停車をするということで、岡崎から先は、快速運転をしますので、三河安城は止まりません。そして安城のお隣刈谷駅です。この刈谷駅ではですね、普通列車の岐阜行きと待ち合わせました。そしてね、人が多く、この刈谷駅から乗ってきましたね。またこの刈谷駅はですね、名鉄三河線と乗り換えができます。知立の方へ行く路線ですね。刈谷を出ると次の停車駅は金山です。この刈谷から金山までの通過がですね、この特別快速ならではの光景となります。その間にある大部駅とか、そして共和駅を通過する、これがですね特別快速の最大の特徴。特に大部駅はですね、その特別快速に次いで早い列車種別新快速が停車をするということでね、この大部駅を通過するというのがこの特別快速の大きな特徴だと思います。そしてそんな大部駅左側にはですね、電気機関車やそういったディーゼル機関車などを見ることができます。留置していたりするからね、 EF64 型もですね日中時間帯止まっていたりします。そんな大部駅は通過です。竹豊線との分岐駅として知られています。そしてユートピアが見えてきました。まもなく笠寺を通過します。この笠寺もですね、左側電気機関車とかが留置していたりとか、貨物列車がね多く行き交う駅なので、とてもですね面白いところですよ。さあこの笠寺という駅はですね、お隣にすぐ東海道新幹線が通過していきますので、ちょっとね通過するときにビクってなっちゃうんですね。でそんな笠寺という駅はですね、実は行き先にも設定されています。多分このチャンネルで昔岐阜駅から実際に普通列車の笠寺駅乗ったことがあると思うんで、多分検索してみれば出てくると思います。そして熱田駅通過です。熱田を過ぎれば間もなく金山に到着です。この熱田駅というのはですね、熱田神宮として知られるその熱田なんですけれども、近くに名鉄線の神宮前駅があります。さて東海道新幹線も左側から見えてくれば、まもなく名古屋に到着です。さあこの名古屋からはですね、本当に人が多くなることだと思います。しかもこの列車8両編成ではなく6両編成なんでね、結構人が多くなると思いますよ。さあさすが中部地方最大の都市、もう建物が高くてね、明るさもすごいです。左側中央本線のホームがありますね。211系が止まっています。多分構造時行きかな、ちょっと画面が小さくて見えないんですけれども、まあ、左側、中央線が発着するホームですね。あ、211系結構組んでますね。これ多分 3+3+4 の10両編成として走ってますね、これはね。さあ名古屋出ると次は尾張一宮です。その間に琵琶島、清須、そして稲沢を通過します。そして尾張一宮過ぎて岐阜に到着、そして岐阜から先は終点の関ヶ原まで各駅に停まり、今ここはどこを停車しているんだろうかわからないんですけれども、とりあえずですね、まもなく関ヶ原に到着することだと思います。あ、樽井がありましたね。樽井ってことはもう大勝ち過ぎてますので、次の停車駅はおそらく関ヶ原です。さあこの列車実は関ヶ原到着してからがですね、とても面白いんですよ。さあ列車はまもなく関ヶ原に到着となります。車内はガラガラ。樽井駅まではですね結構人が多かったんですけれども、まあ、樽井駅を過ぎればもう人は、各車両に1人2人いればいい感じといった乗車率でした。さて関ヶ原から先前原方面へ行く接続列車はありません。そのまま後続列車を待つことになります。16分後に来る新快速の前原駅です。ちなみに関ヶ原の到着は21時1分、そのため2時間弱の走行だったということになります。ただねあっという間に到着をしたという印象でしたね。さて関ヶ原に到着です。屋根のないところではですね、もう明かりが少ししかないので、多分この電車の車内の明かりがあるから今明るく保てていますが、やがてこの電車の明かりは消えます。そうなるとですね、今立っているところだと本当に暗くなりましたね。この関ヶ原駅からですね、その手前の樽井駅までの間はですね、結構複雑な配線をしておりまして、
まあ、その垂井線と新垂井線とかって呼ばれるね、いろいろと難しい、そういったところがあるんですけれども、一応ですねこの列車は折り返して回送になって、多分垂井駅の方に行くので、あの垂井線、今まであのこの列車が通ってきた線路を逆戻りする形で進んでいくことになります。あの特急列車とかあと貨物列車などはですね、その垂井線を経由することはなく、下り方面進む場合はですね、新垂井線というですね、そちらが一応本線の扱いにはなっているようなんですけれども、そこら辺の事情はあまり詳しくないので今は述べませんけれども、それを経由してこの関ヶ原に至るというルートになっています。豊橋でね見せた顔つきとはまた違って見えてくる、関ヶ原駅での313系電車ですけれども、車内の明かりが消えました。階段や待合室などがある、ここら辺ではですね明かりがまだありますけれども、こちら側に立ってみるとですね、明かりが全くない、全くではないですけれども、明らかにですね暗くなっているんですよね。向こうにはですね上りの白鷺ですね、金沢から来た名古屋行きの特急列車が通過をしていきました。そして16分後に後続してやってくる豊橋始発の新快速の前原行きの到着です。関ヶ原から先前原に行く場合はこの列車への乗り換えとなります。長い8両編成で運転をしています。結構ですね名古屋からこういう新快速や快速に乗る場合はですね大垣止まりの列車が多いんですけれども、こうして前原まで行ってくれるのは大変ありがたいですよね。18切符とかでね東海道乗り継いで西へ行く場合はですね、大体は大垣で乗り換えることになるんじゃないでしょうかね。前原駅に乗れば、大垣での乗り換えは省略できますけれども、そしてそのまま静かに前原駅は発車をしていきます。そしてこの時間帯はですね貨物列車も非常に多くなっています。東海道線ですからね、当然この時間帯になれば、貨物列車が多くなるっていうのは、当然ちゃ当然なんですけれども、それもねまた関ヶ原駅では大変面白い光景を見せてくれるんですよね。ということでね、まもなく貨物列車が通過をしてくるんじゃないでしょうか。そんなことはないですかね。その前にその関ヶ原駅だった回送列車が折り返して垂井駅の方へ発車していく感じですかね。わあ暗いですね。わかります、この暗さ。なんとか映像だけでも伝わりますよね。これ暗いんですよ。だからね、あの電車とホームの境界線が見えないの、わかります、この画像で。見えませんよね、これ。そうなんですよ、見えないんですよね。だからそれがね結構面白いんですよ。そして奥からやってきました貨物列車です。 EF66 だったかな。ちょっと電気監視、映像からは見えなかったんですけど、この回送列車はですね垂井線を経由して垂井駅の方まで行き、そして IF66 ですね、貨物チャンネルのスクショしてあったん、今わかるんですけども、これはおそらく、1084列車ですね、118号機ですね、こちらはですね、上り線です。あの東海道線上り線を使用するので、だから2つが並走していく形になります。だからですね同じ方向なのにこんな、狭い間隔で走っちゃっていいのかと思うかもしれませんが、この2つの列車は別々の線路を使用します。だから例えばあの JR 成田線の成田空港線と、あと成田スカイアクセス線があの成田空港手前まで並走するじゃないですか、同じ方向で。あんな感じですよ。だから単線と単線が独立して存在するような、そういった形になってるわけですね。そして反対側から名古屋方面から大阪方面進んでいく、こちらはですね EF210 型機関車ですね。こちらの車番はおそらく5075列車、303号機ですね。今黄色い帯が巻かれていたのでおそらく300番台だと思いますけれども、こちらもですね通過していきます。でこの貨物列車はですねその垂井駅を通過することはなく、その大垣駅からですね、とある信号場があるんですけど、なんとか折尾信号場かな。でそこからですねあの勾配があの緩やかなですね、多分サイコル 10% ぐらいしかないね、そういう緩やかな坂道が登れるルートを利用して、この関ヶ原に至っているので、我々が、関ヶ原までやってきたルートとはまた別のところを通ってきています。そして今ですね上りホームに立っています。またね名古屋方面引き返すんですけれども、引き続きやってきたのはこちらも EF210 型機関車。こちらはですねおそらく109かな、白帯が巻かれてましたね。
こちらがですね、先ほどの、まあ、EF210 と同じようにしてその自由パーミナルね、ゆるゆるい坂道で、ここまで来られるルートを通ってきています。なので樽井駅を発着しない特急列車とか貨物列車は樽井駅を経由するんじゃなくて、この緩やかな、新樽井線と呼ばれる下り線を走行します。ということで、ね、結構この辺りはルートが複雑なので結構面白いですよ。